では改めまして、本日はご来店いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりスーパーワクワクライブトーク始めさせていただきます。このフラットスポットという場所は気軽にフラット立ち寄れて、著者編集者の方と読者の皆様が、フラットにつながるというコンセプトのイベントスペースとなっております。本日は日経 BP 社ザ・チーム日本の一番大きな問題を解くの著者の斉藤ウィリアム博之さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。トークのお相手は、編集担当の黒沢雅俊さんです。よろしくお願いいたします。はい、じゃ早速トークの方よろしくお願いします。こんばんは。今日はザ・チームっていう本を、お書きになった斉藤ウィリアム博之さん、まあアメリカ読みするとウィリアム斉藤さんです。簡単に自己紹介をしますと、このプロフィールのところに書いてありますけれども、1971年、ロサンゼルス生まれで、ちょっと日本人は驚くんですが、16歳でカリフォルニア大学リバーサイド校に合格していると。それでその後ですね、カリフォルニア大学のロサンゼルス校 UCLA のメディカルスクールを卒業しています。ところがお医者さんになったのはわずか1日で、すぐ辞めてですね、アントレプレナーの道に、まあ、入ったというか、まあ、もうすでにやってたんですけれども、その話はザ・チームの、最初の方に出てきております。それでまあもろもろあるんですけども、いろいろまあ、ベンチャー企業で失敗をしてですね、なんで最終的には皆さんお使いになってるかどうかの Windows、 マイクロソフトの Windows の中にも入ってるセキュリティ暗号システムですね、生体認証暗号システムというのを開発しまして、それをその会社ごとマイクロソフトに売却をしまして、本人はあまり言いたくないと思うんですけども、まあ 巨額の、資金を手にして日本にやってきたと。で日本ではインテカというアントレプレナーというかベンチャービジネスを育成する会社をやってまして、でこれがすごいのは、アメリカロサンゼ、ロサンゼルスですか、それと東京と、それからドバイ、明日からまたなんかドバイに行くそうなんですけれども、世界に3カ所に事務所を置いて、その日本の東京をまあベースにしてですね、いろんなビジネスをやっての支援をやっていく。でそれから今年ですね、国会で東京電力の福島原子力発電所事故調査委員会っていうのは報告書を8月ぐらいに出しましたけれども、それのメンバーといいますか事務局の、最高技術責任者っていう肩書きで活躍をされました。それから国家戦略会議の、というものがありまして、それのフロンティア分科会の委員も務めておられます。まあ、こういうとなんかすごい、肩書きなんですけれども、まだ 41という、まあ、若い人で、まあ、この本をお読みになって、すでにお読みになった方はすごさは分かるんですけど、まあ、これからこの本の、まあ、ある触りをちょっと彼に喋ってもらいたいと思います。それでは斉藤さん、よろしくどうぞ。いや、はじめまして、斉藤と申します。まあ、私としては、何でも初めてとりあえずやってみるというのは、挑戦するというのは大好きなタイプで、まあ、ノーと言えない悪い癖もあって、今日こういうブックの講演会をするのも初めてなので、どっちかというとこう講演でチームの話とかっていうのも、もう10分でも90分でもこう話すのは普通にできるんですけど、まあ、簡単に説明もしてもいいんですけど、できれば、まあ、これも日本式かはちょっと分かりませんが、どっちかというとこう皆様いろいろ質問があったり、こう流れとか経緯とかそういうのがよく聞かれるんで、そういう質問があればぜひインタラクティブにした方が絶対こう面白いと思うので、そういう質問をベースにしてやるというのが、まあ、望ましいかなと思うんですね。で、まあ、その中で、まあ、それこそこういう議論をするというのが、
チームのメインポイントであって、まあ、私としては、アメリカで生まれ育って、ベンチャーは、立ち上げてやったんですけど、結局、まあ、なんでこういうことになったかという言いますと、そのまだ大学中に会社立ち上げたという経緯が、日本の会社が、まあ、大手企業が、ある仕事をして、それを、まあ、あの当時よく私に、仕事を振ってきて、その仕事をやった結果、いろんなものにこうつながって、結局こう立ち上げた会社が日本とすごい、親しみがあって、いろんな仕事をいろんな日本の大手と、やってた時期があって、結局その会社を売却した後にどうしようかということをこう悩んでる間に、いや自分としてはやっぱり社会貢献という言葉もあるんですけど、その恩返し、今度は日本人として、まあ、アメリカで生まれたんですけど、日本人としてやっぱりこう日本に戻ってきて、まあ、戻ってくる人が来るということで、その若い人を支援しないといけない、その恩返しの中でそういうチャンスを与えるということをこうライフミッションとしてこう戻ってきたんですね。でそのこう見てるうちに、よくこうお話をしてて、よくある話ですと、シリコンバレーとアメリカがどう、アメリカのシリコンバレーと日本がどう違うとか、シリコンバレーをどう日本で作るとか、そういうような話がよく最初あったんですね。とかアントレプレヌアがどういうことなのかとか、イノベーションがどうなのかというのを話してるうちに、やっぱりこう気づいたのは、こうコミュニケーション力とか、その議論をするとか、アイディアとかクリエイティビティの概念自体が違うんだなという話をこうどん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 やってるとこで、もう少しそこをこう遡ってこう考えると、こう何が、その共通点かなと思うと、これを最初日本人にこう言ってしまうと、こう皆さんによく指摘したりとか怒られたりするんですけど、やっぱりチーム力っていうのが、そのグローバルな概念で考えるチーム力っていうのが意外となってないんだなということを、まあ判明して、そこをちょっと分析していった上、意外とそのベンチャーもそうなんですけど、政治とか大学の環境とか家庭内とか、そういうのも全部やっぱりこうチーム力っていうのがすごいこう、まあ欠けてるなっていう気がして、こうまとめると、まあ今の日本の一番の問題っていうのは、結局、いろいろ日本に対してきついことをよく Twitter とかそういうところで言うんですが、やっぱりこう世界の皆さんの他の国に比べると、イノベーションとか技術とかそういうのは実はあって、これは日本は誰も負けない。それを考えると、それをこうどういうふうにもう一回力をこう取り戻してグローバルで戦っていくというのは、ほんのわずかやらないといけないことっていうのは大したことじゃないというポイントなんですね。でその大した やらなくていいことっていうのが、そのチームでうまく皆さんと議論とかこう会話をしながら、まあ、新しいこう、製品とか会社とか産業を作っていくっていうのが、この、まあ、メインポイントかなっていうのが、本の趣旨です。あんまり話し消しちゃうと、こう今度顔見がなくなっちゃうよくあのチームっていうのとですね、それからグループ、その特に日本人はあの、まあ、集団っていうかね、チームプレーが得意だっていうふうに言われてるんですけど、それとそういうチーム、あるいはそののと、その今おっしゃった、いわゆるイノベーションとかアントレプレナーとかっていうのの元になるそのチームって、まあ若干違うと思うんです。そこ、まあ、チームとグループとかっていうのとどう違うのかっていうのをちょっと説明して。そうですね、それがまあよく聞かれる質問で、じゃあ、斉藤さんが言うチームは何なのかっていうことは、それはいい質問であって、私は日本の方がそのチームというよりグループの方が強いと思うんですよね。でグループというのは結局強いリーダーがいて、そしてそれをこう部下とかそういうのに指示をして、その通り言うことを、きちんと実行していって、やりこなすというような考えなんですよね。でここのグループを否定してるというわけではなく、やっぱりその日本は今までですとこう70年代80年代とかこう、やっぱりこう成長してた時期っていうのは、あのイノベーションというのは私から見て、結局こうその高度成長期の例えば車産業とか半導体を使うと、スパンが時間軸がやっぱり長かったんですね。10年20年何十年スパンということだったんですね。でその中ではやっぱりグループという体制は、まあ1ミリずつ良くしていく、改善という言葉っていうのはあってもいいと思うんですよね。
でそこでこうやっていって余裕持ってって言ったらちょっとそれはちょっとあの誤解招くんですけど、それもそこら辺をこううまくこう、徐々に良くしていくっていうのはグループとしては非常にいい体制であるんですね。ただ皆さんご存知のように、今の技術の進化っていうのはどんどん早くなって、本でも使われるし私もよく講演でも話はするんですが、例えば音声技術とかっていうことで、エディソンさんがレコードをこう開発して、それがだんだん進化していって、日本の場合はソニーさんがカセットウォークマンで有名になって、で珍しく次の世代の CD も、やっぱり発明したという、これは珍しいは珍しいんですけど、それどん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 それ進化していって、今になって USB を通過してクラウドというものになってるんですけど、そのスピード感というのが、まあ、前は何十年かかってたのが10年、もう本当今はもう本当何年、まあ、場合によっては何ヶ月単位で進化しているので、その変化によってグループでこう改善していくというよりは、まあ、よく話でこういうところでこう本でも出てるんですけど、そのディスラプティブイノベーションをやっていくという面で、それをものにしていくというのがやっぱりチームとして皆さんの経験とか知識とかノウハウを反映して、議論をしてその時代の方の流れについていくという体制の違いと思います。これあのこの、チラシ の後ろ側にですね、一応そのチーム理論の、まあ、彼の骨子が書いてあります。ここちょっと簡単に、まあまあこの本が全部ここでまとまったっていうつもりではないんですけど、ちょっとキーポイントを最近講演で90分の中でスライドが、まあ、100枚ぐらいある中の、まあ、一番面白い6つをこう選んできたんですね。で、まあこの上の2つを見ると、1つはそのアントプルノアという概念でよくこう聞かれるんですね。で私はそのアントプルノアという概念自体は、変えようとしてるんですね。日本の辞書で残念ながらアントプルノアというのは辞書で引くと、そのやっぱりベンチャーとか、事業家というような発想なんですよね。ただ私はまあやっぱりそこら辺は違うということで、ちょうど去年で、去年の5月私はそのアントプレナーのビジネスプランの評価とか審査するのが大好きで1万人目をやってきたんで、大体サンプリングは、まあ見てる方かなと思うんですよね。でその共通点でやっぱり見てるとアントプレナーというのはやっぱりそういうベンチャーを立ち上げるのももちろんなんですけど、もともとフランス語の言葉をこう遡ってこう、意味を見るとアントプレナーというのは何かというとアイディアを実現する人なんですよね。で実行するということなんで、ここの中で見てるとじゃあアントプレナーは、まあ私としてはすごい今の日本では一番大事なスキルかなと思うんですよ。皆さん意外と問題はよく分かってるし、場合によってはその解決策も知ってる、ただそれがなかなか実行に持っていけない。なのでこのアントプレナーからスタートして、そのアントプレナーというマインドセット、スキルセットっていうのは非常に日本のいろんなレベルで必要じゃないかなと思うんですよね。どう実行に持っていくって、ここの共通点が一番目のスライドでこう出してきてるんですね。いろんなアントプレナーを見てきて、やっぱり成功してるアントプレナーはこの中でいろいろ言葉が、前ですとこの言葉をいちいち少々ずつ説明してたんですね。ただこれはあんまり意味 ないっていうのが最近私も気づいてきて、ただここで言えるのはこのスキル持ってるのがアントプレナーって全部持っていなくていいんですよ。当然ここの中で、まあ、いくつかは、その才能というかそのスキルはないといけないんですよね。ただ、次のスライドいくと共通点として唯一アントプレナーからして皆さんが持ってるスキルっていうのはパッションなんですよね。でパッションをわざわざここで漢字にしてないという意味は、パッションというのは意外と日本語の漢字に、まあ、皆さん漢字に従う、まあまあ、癖がこう私すごい感じるんですけど、漢字にしてしまうと本当のパッションの本当の深い意味がなくなると思うんですけど、パッションというのがどのアントレプレナーでもある。でそれが何かというとこう人を説得するとか、人と交渉するとか、人に説明をできるとか、人をこうかき集めて、一緒に何かをするといういろんな意味がここに囲まれてるんで、あえてこういうふうに感じにしてないんですが、アントプレナーというのは一番、まあ、私は最近説明をすると左のスライドのこういう共通点とかではなく、やっぱりそのパッションが一番大事なキーポイントかなと思うんですよね。で、まあそれが上の2つのスライドですね。で真ん中の方は、
よくここで引かれてて、結局真ん中左は、そのまあチームがなぜじゃあ日本でできないのっていうのをよく聞かれた中、まあこういうふうにも書いてあるんですけど、まあ当然どの国でもそうなんですけど、その弱みとか、その失敗するということは誰もこうわざとはしないんですけど、それを日本の場合ですと、格差という言葉をなくすとか、皆さんが、同じ人種で同じだというような前提で、やっぱりその弱みを見せるというのがすごい嫌がる、足を引っ張られるか、意外とお互いが信用しないというところからこうコミュニケーションができない、チームというのもメインポイントなんですけど、その一番原点はやっぱりそのコミュニケーションだと思うんですよね。でそのコミュニケーションができるできないかということで非常に、すごいこう負けてる部分があると思うんですよね。で、まあ、場合によっては、問題がすごいこう、振り上が、大きくなっちゃって、それを隠したまんまもう手が負えない状況になった時点で初めてそれを言っちゃって、何もできないことになってなるよりは、ちっちゃいうちにやっぱり失敗とか弱みとかっていうのを皆さんと一緒にこうシェアしながらどういうふうにこう解決していくっていうのが、まあここのメインポイントはこの左のスライドですね。やっぱりこう、まあその当然のことなんですけど、そこで皆さんが格差がある、弱み強みが皆さんそれぞれあるっていうのは、恥ずかしいことでもない。で失敗っていうのは非常に大事で、その次の右のスライドになるんですけど、結局、今の世の中ですとイノベーション、イノベーションってよく使われるんですけど、イノベーションという言葉は私は失敗という言葉が近くにないと使っちゃいけないと思うんですよね。なぜかというと、今までのこう人間の何千年の歴史の中でイノベーションにいろいろいくつかあってきたけど、そこでいきなり生まれてるイノベーションというのは今まで一個もないんですよね。イノベーションとはやっぱり失敗の積み重ねできたようなものであって、その失敗を許す環境を作っていかないと絶対イノベーション生まれないんで、今はやっぱそのイノベーションと言ってるけど、その、まあ、その秘訣というのはその本当にそのフェイリアをどう認識するっていうのが、分かんないと本当にイノベーションができないっていうのがこうポイントなんですね。でそれを失敗するっていうのは失敗を進めているというわけではなく、失敗はもう自然ということであって、それをどう対応していくっていうのが、そのリスク分散をしていくっていうのがこのチームというコンセプトなんですね。で、まあ最後の行の残りの2つになるんですけど、まあ、私の方の学生さんとか、まあ、講演でもよく言うんですけど、なのでその成功という言葉の反対は普通皆さんに聞くと失敗っていうふうに言うんですけど、私は成功の反対は失敗ではなく何もやらないことだと思うんですよね。で他のいろいろ必要な、ツール、日本の場合は一番世界で負けない資源、皆さんの頭脳なんですよね、とかそういうのもあるんですよね。足りてないのはただ一つだけで、それをどう実行に持っていくということなんですよね。でそれを実行を持っていくっていうのが、こううまくこうやっていくっていうのが、一緒に皆さんと手を組んでチームを組むっていうのがこの本の趣旨です。まあちょっと簡単に、まあ、もっとスライドがある中 のトップ6をこう抜粋したのがこれです。あとまあちょっと補足でね、その、この本の中にも出てくるんですけども、本 の帯にちょっと書いてあるんですけども、その個人主義化が進む日本っていうのと、それからチームで鍛えるアメリカっていうのがありまして、これ一見するとアメリカの方が個人主義で、日本の方がチーム、まあをよく考えるっていうかね、というふうに見られるんですけど、それを彼はまあ逆だというふうに言ってるわけですけれども、そこの例えばその子供の時からそのアメリカではそのチームでね、その鍛えていくっていうところをちょっと補足していただけますか。そのチームっていうのがアメリカの発明でまだ黒船が来たとかっていう発想ではなく、アメリカって、今日もオバマ大統領が、大統領選取って、スピーチしたんですけど、そこでやっぱり言ってたのは、アメリカっていうのが世界でやっぱりダイバーシティが一番多い国、これっていい意味でも悪い意味でもあって、ダイバーシティっていうのは皆さんの価値観、皆さんのこう文化、皆さんの考え方っていうのが違うんですよね。それ違うということは、ただ一緒に全然こう、考え方、言葉自体が違う人と一緒に仕事をしないといけない国なんですよね。そういうような中で、結局場合によっては人がいなくなったり、
ちゃんと仕事しない人もいるし、スキルが全然違うという対応をしていく対応策として結果チームというのが、自然に生まれたんですよね。で、まあ、私はアメリカの方で、会社をやってて、まあ、いろんな人がいますで、ちゃんと仕事ちゃんときちんとする人もいるし、クリエイティブな人でもう3日間行方不明という人もいるし、それをどううまく対応していくっていうようなことが、やっていくためには、まあ、チームが、自然に必要になってくるんですね。でその教育からやっぱりこう小学生高校生中学高校こういろいろこう学校行ってると、学生のうちは結構なんでこういう面倒くさいこと、例えばボランティアはなぜするとか、どうしてその弱いものをこう手伝うとか、そういうふうな寄付をどうするとかっていうのをこうやっぱりこう教育のレベルからそういうのを、すごい押されるんですよね。で、まあ、私も学生の時にはなんでこういう時間な無駄なことをやるっていうのも、疑ってました。ただ今になってああいうスキルをつけて、一緒に手を組んで、普通一人で絶対できないようなチャレンジをわざとそういう環境を作ってたんだなとか、一緒にわざとそのボランティアというようなハードルを作って、それをこうやらないと次の学年に卒業できないとか、そういうのを学校が作ってて、これってやっぱりこうダイバーシティがあるこう組織の中、組織というか環境の中でみんなと一緒にこうゴールを、一緒に行くためのトレーニングだったんだなと思うんですよね。で残念ながら、まあ、日本のこう見てるとこう受験戦争のような中でボランティアもないし、結局受験の場合ですと、まあ、ちょっとこれはあのすごいこう公にこう説明してるんですけど、その受験の場合はその逆であって、試験を通るために相手より点数を取らないといけないというライバル意識をもう結構若いうちから作っていって、そして大学受かったらじゃあ今度就活でどう他の人に負けないようにやっていくというような、あのやっぱりライバル意識をこう作るというような正反対だなというのがすごい私はびっくりして、それはそういう人たちがいきなりこうやっぱり会社に就職して、じゃあよし、一緒に頑張ろうとかって言っても、もう十何年間もそういうふうに、敵対心がこうできてたら、こう一緒にするっていうのは、まあ、無理だなっていうのは私は気づいたんで、そこら辺がやっぱりこう教育の中でも他の自分と違った人といかにあの力を、貸しながらお互いの弱みを知った上へ仕事を こなしていくっていうのをトレーニングだったっていうのは今になって、すごいなと思いましたね。あとあのチームという、まあ、日本人の感覚でいうとそのみんな仲良くっていうね、感じなんですけども、その、まあ、ウィリアムの言うてチームっていうのはコンフリクトっていうのが、まあ、割とベースになってると思うんですけど、そこら辺ちょっともうちょっと詳しく言ってください。まあ、コンフリクトというよりはその議論というのが非常に大事だと思うんですよね。で議論がすごいこう、まあ、皆さんがこう逃げるというような感じがするんですよね。その反対意見を言ってしまうとそれに対して足が引っ張られるとか、後で仕返しされるとか、顔潰したでしょうとか、そういうようなことが、発生するがみんな遠慮してしまう、場合によって年功序列だから、その海外で経験してきた人が1年入社でその部長に向かってこう言えないというのが、そういうコントリビューションができないというのが、非常に残念だと思うんですね。だからコンフリクトではなく、やっぱりこう物に対して質問をしたりこう、疑うというところまではいかないんですけど、そういうふうに議論をして確認をして、そういうふうにこう、物を良くしていきたいから、まあ、英語でいうクエスチョンをするということは非常に、そのものの進化によってに、まあ、それこそイノベーションにはすごい大事なプロセスなんですよね。でコンフリクトをみんなの周りでこう起こしたくないから、結局どうなってしまうかというと、まあ、数年前までですとアフターファイブで、飲む場で上司の悪口とかそういうのを言って、今になってはそういうのも最近少なくなって2ちゃんとかそういうところでこうやってしまうというのが、非常にその意見がやっぱりその会議の場で使えなかったっていうのがすごいもったいないと思うんですよね。でそれをうまくこうどう持っていって皆さんとこう会話を持って議論するっていうのがスキルとしては必要。これは国内で、皆さんがこうものを作っていく中でもこう
商売の方で戦っていくともそうなんですけど、このスキルを こなさないと結局海外、まあ、最近グローバルという言葉もこう流行ってきたんで、グローバルでこれ国内でお互いで議論できなかったら海外の人はこれは当然なのでできなかったらもっと無理ですよね。だからそういうようなステップを、まあ、踏んでいかないといけないということで、コンフリクトではなくやっぱりちゃんとした意味がある議論ができるというのが大事かなと思います。あとこれちょっと教育論に若干入りますけれども、その、まあ、この本の中にもアメリカの、教育で教えられるその、まあ、問題っていうのとね、日本の問題とちょっと違う問題が例に出てくるんですけども、その日本の教育はファットっていうか暗記中心でファットを、まあ、詰め込む、で向こうの教育はその Y をねその教えるっていう、まあ、そこのところもかなりチームのそのが、まあ、本当の意味でのチームができるかどうかっていうね、まあ、かなり重要なポイントだと思うんです。そこをちょっと もう少し。そうですね、私がびっくりしたのは、今日本に来て大学でも教えてて、日本の大学生の方もいろんな面で優秀なんですが、やっぱり教育のこうスタイルを見てて、そのデータとか情報を暗記するというような、仕組みであって、それはある時期は良かったかもしれないけど、今の Google で検索できる時代ですと、その情報ファクトを暗記してるだけでは、まあ、私はまあ半分冗談に言うんですけど、その日本ですとそのクイズ番組でしか使えないスキルに近いんですよね。それとやっぱり海外、アメリカだけではなく海外の、授業からすると、その情報とか、データというのは、まあ、当然あって、それをどう地位とか知識に持っていくというのが大事であって、これは、質問の形態としては What から What をいっぱい覚えるのから Why に持っていくということなんですよね。 Why に持っていって、それを質問をするということ、疑うということなんですね。ただ教育システムとしてその分岐点というのは What と Why の教育の仕方というのが明らかに違うのは、 What を暗記させるというのは学生としては聞いてるだけで、まあ、メモっといて次の試験を通ればいいっていうだけの話であって、やっぱり Y になっていくと先生の方もアクティブになっちゃうんですよね。質問を受ける立場にならないといけないんですよ。そしてその質問に答えないといけないんですよ。先生も意外と頑張らないといけないということなので、今まで先生が一方的に話してそれを暗記して次の試験でこういうふうに質問ができるのと、やっぱりその Y で、いや先生それ違うんじゃないのとか、先生どうしてそうなのというようなこう聞いていくっていうのでは明らかに違いますよね。だからこう問題で言うと、これもちょっと極端ですけど、その説明の仕方ですと、日本の算数の問題ですと問題の出し方っていうのが 7+3 はで箱があって答えを変える、この場合は答えって一つしかないですよね。海外の場合は 7+3 イコール四角じゃなくて、何四角足す四角、何足す何が10になるという質問なんですよね。この場合は答えっていうのが無限ですよね。いろんな答えがありますよね。その場合によってはもうその真ん中のプラスなのかマイナスなのか割り算なのか掛け算なのかっていうのもこう なくすぐらい、その10っていうの答えっていうのがいろんな方向から出せるという Y の方向に持っていくということで、こう問題からそういうふうに答え一つというよりは答えでいろんな方からこう出るというようなところからやっぱりこう違うというのは私が感じましたね。それの、まあ、延長というか、まあ、子どもの、そのからの育ち方で、その日本 その、まあ、これは全部じゃないんですけども、その子供の時から塾に通って一生懸命その、まあ、受験勉強に入るっていうそのスタイルと、まあ、それから例えばその教会でその、まあ、募金というかね、ドネーション の活動をやったり、あるいはそのボーイスカウトとかっていうものでね、チーム学ぶ、まあ、特にアメリカの子どもの違いというのはかなり大きいと思うんですけど、一番なんかその大きくなってその致命的なのはその趣味がね、趣味がない、まあ、ウィリアムは本の中に出てくるんですけど、クッキングがすごく趣味で、その大学に合格した16歳の時に休みを使ってパリ の,
あの料理学校に通うぐらいの本格派なんですけども、そこはちょっと趣味とその問題解決能力っていうかね、そういうのちょっと触れてくる。そうですね、それは教育にもつながってくるし、このさっきのアントレプレナーの共通点にもつながってくるけど、やっぱりそのアントレプレナーの成功している大半の人っていうのは、皆さんにはちょっとこう聞く機会はなかったんですけど、ほとんど聞く機会があったら皆さんホビーは多いんですよ。でそのホビーと日本のこうホビーとちょっと違うんですよね。日本のホビーって、いや日本人ホビーがないって言って一回怒られたことあるんですよね。でホビーっていうのはやっぱりその手動とか生け花とかお茶とかっていうのはホビーじゃないと思うんですよ。これは上から教えられてそれを真似するっていうのは、これはホビーではなく、これは自分が学びたいとかじゃなくて教えられてるっていうようなことになって、ホビーは自分から自分の努力で学ぶっていうようなアクションを取るということがあって、それをやるということに対して問題解決力というか、そういうのがだんだん強くなっていくと私は本当に思うんですよね。自分からお茶を学びたいとかって言って、それがどうじゃあアントレプレナーのチームに関係するかというと、意外とそれで習った何かのスキルが他で応用できるというのがよく出てくるんですよね。とかその思考のその作りとして、やっぱりいろんなホビーをやってると、今の世の中っていうのは一直線でこうじゃあ電子工学だ電子工学というのではなく、いろんなところからこう借りてきて、ものができていくという世の中になってきてるんで、そのホビーが豊富な人っていうのはやっぱり考えがやっぱりこうあの広いし、すごいそれって私はすごいそのホビーの数によってクリエイティビティとすごい連動してると思うんですよね。ただ残念ながらやっぱり今の日本の若い人ですと、そのホビーを自分が好きだからやれるという余裕がないっていうのが、残念で、非常に教育とかっていうのも試験を通るためのオプティマイゼーションであって、やっぱりそのホビーとかっていうのが、点数にならないというのが、ただこれはすごい、やっぱり、大事だと思うんですよね。でちょっと話がちょっと余談するけど、その中でやっぱりもう一つの教育でまずいなという気がするのは、日本の教育ですとは皆さんもご存知だと思うんですけど、その文系と理系を意外と若いうちに分けてしまう。で私のその学生とかも見てても、会社の方も見てても、文系の人は文系、理系の人は理系というふうにこう分けちゃってて、あんまりこう交流ないですよね。ただ私がこうよく言うのは、その皆さんが、つい最近まで持ってた日本の携帯電話と例えば iPhone を中身を見ると、技術的には全く同じなんですよ。だから技術、理系の部分は同じ、もしくは日本の方が実は優れてるんですが、なぜその iPhone が世界的にヒットになったか、そして日本にならないというのは、それをこう見ると、表面的にこう見ると文系なんですよ、デザインなんですよね。でその今の世の中っていうのは、その融合する、オーバーラップする、英語でいうクロスポラナイゼーションという部分で、そういうところをいろんなところからこう使っていってシステムを作っていくっていうのが、残念ながらその縦割りの部分でできなく、損してる部分で、その縦割りというか、そのクロスポリネーションというか、そのいろいろ違う分野をうまくこう応用していくというのが、そのチームを作っていかないといけないというのが、一つメインポイントかなと思います。あの本の中にも出てくるんですけど、その、ソニーとすごく昔からあの一緒にビジネスを、やっててですね、大成功したのはあの指紋認証システムっていうのを、彼が開発してソニーが売るということであの大ヒットしたんですけども、今のソニーは非常に危機的な状況にあると思うんですけども、その日本のメーカーは特にソニーだけじゃなくて、その何が足りないのか、どうすればもう一回その力強く復活できるのかって、そこら辺ちょっとヒントをください。そうですね、今は日本は結構まずい状況になってて、日本の今の輸出 77% っていうのがパーツなんですね。でご存知のようにパーツっていうのは、マージンが低いんですよね。でその中で今そのおかげで日本の、15% 以上を、利益がある会社っていうのは、20% にも当たらないということなんですね。で、パーツでもいいでしょうとかっていう人もいるんですが、その、さっきの iPhone の例なんですけど、 iPhone が1世代目が出て、今はあのついこの間 iPhone5 が出たんですけど、その日本のパーツを見ても
あの iPhone1 が出た時と iPhone5 ができた時とはもう本当パーツの数自体が3分の1ぐらいになってるんですね。だから日本もパーツ屋さんでもいいじゃないとかっていう人もいるんですけど、パーツ屋さんでもなくなってきたという今日本なんですね。ただ私はパーツ屋さんでは逆に、残念だと思うので、そのパーツをシステム化していろんな違う、まあ結局パーツですから、分野ですから、分野を一緒に合わせて少なくとも 1+1 を3にしていくっていうのが非常に大事であって、そのシステムを作っていくということなんですよね。でソニーの例ですと、まあ、すごい残念なのが、結局パーツが、まあ、部署ですよね、まあ、向こうとしてはカンパニー制度っていうのがあって、あそこはエレキもあったし音楽もあったし映画もあったし携帯もあったし、プレイステもあったし、お互いライバルなんですね、ある面で、ある面こう、まあ、パーツですよね。それを、まあ、今に考えてなっても当然なんだけど、それをシステム化して一体にした、まあ、チームのコンセプトですけど、もう iPhone でそういうのが全部できるというのは、やっぱりそのチームでこう発想でこうつなげられる、ドットをつなげる、つなげられないという力だと思うんですよね。で、まあ日本の方は、ね、ある会社でもなんか本当に100以上の子会社持ってるとかというようなことをこう団体でこうやってるという部分をもう少しのチームに していかないと、その本当に皆さんがこうパーツ屋さんに落ちていって、マージンもだんだん少なくなっていって、場合によってはパーツ屋さんになっちゃうとこうコモディティ化して結局隣の国にやられるだけの話なんで、それをやっぱり本当にこういう意味でチーム化をして、そのパーツをシステム化にしていくのを戻すということを、していかないといけない。ただ幸いパーツはあるんで、それをもう一回こう組み合わせるというだけの、まあ、だけって言ったらちょっと簡単すぎるけど、それをやるという話なので、パーツをどこかからかき集めないといけないって言ったら、これはさらに違う問題なんですけど、日本はその技術はあるので、それをどうシステム化して、そのシステム化するというのが、まあ、チームの、まあ、力だと思うんですね。あの本の中にも出てきますけど、あの例えば女性向けの製品を、まあ、グレーの背広を着た、中年の、まあ、役員がなんかそのディシジョンしてるっていうね話が出てきますけれども、その日本人っていうのは、まあ、比較的均質な人たちの集団なので、そこにダイバーシティ云々っていうことになると、女性をどう活用するか、あるいは若い人をどう活用するかということだと思うんですけど、そこは、まあ、あのダボス会議で、女性 の, あの活用ですか の, あの委員会のメンバーになっているので、そこら辺ちょっと、そうですね、あの本でも書かれてるんですけど、そのダイバーシティというのは非常に大事だと思うんですよね。でもっと言うと、そのダイバーシティがなぜ大事かというと、皆さんは、これだけこう裕福な国の中でいろんな経験をしてます。海外行ってたり、いろんな人と付き合いがあって、いろんなバックグラウンドを持ってます。それをやっぱり生かすべきだと思うんですよね。でそれをこう、趣味でも知ってることでも違う経験とかっていうのをこう、議論をして、それをうまく反映して、いい製品とかいいものをとかいいサービスを作っていくというのが非常にポテンシャルあるんですよね。ただ今おっしゃったように、日本っていうのは意外と、日本人しかいない珍しい国なんですよ。他の国ですと日本人よりダイバースというのがほとんどの国ですから、日本はこれだけ、日本人、まあ、一人っていう意味では、いい意味でも悪い意味でもあって、ダイバーシティの面ではすごいまずいと思うんですよね。でそのダイバーシティがまずいという面では、いろんなその意見交換というのはなかなかできない。ただないわけではない。でそこでやっぱり生かすというのは、私は2つこう、セグメントがあんまりうまくこう使われてないので、1つは女性ですね。で女性は女性で、やっぱりそのトラックが違うんで、経験すること、学び方、考え方、やっぱり EQ と IQ の違いとか、そういうのもいろいろあって、そこら辺がうまくこう、その考え方とか、思ってることが反映しないというのがすごい残念で、まあ、それがもう なぜ残念かというと、日本の場合は 51.2% が女性なんですね。だから男性より多いんですよね。で女性というのが、平均的には男性より 4.3 年多く大学行って、大学とか勉強してるので、男性より頭いいんですよ。なのにそれをこう、うまくこう活用してなく、日本では珍しく M カーブというのがあって、25歳ぐらいからこう会社を辞めていって、戻ってくるのは大体40歳ぐらいになっちゃって、その一番仕事できる間がうまくこう、活用してない部分で、これは日本が非常に珍しくて、これをこの基準を OECD の平均にすれば、
トップじゃないですよ、平均ですよ、真ん中ぐらいに上げられたら日本の場合は GDP が 15% も増えるんですね。で 15% も大したことじゃないと皆さん思うかもしれないけど、日本の GDP の 15% というとキャナダとイスラエルの足した GDP ですから、すごい数字なんですよ。でそれともう一つはやっぱりその若い人をうまく活用してないというところなんですね。今の世の中をこう見てると、その巨大プロジェクト、例えば、月に行くアポロ戦略とか、30万人ぐらいこう人を雇ったり、してたんですけど、そしてアメリカのスタートアップとか日本のスタートアップの、まあ、ソニーさんでもそういうのもそうなんですけど、みんな見てると平均年齢が27なんですよね。でこれはまあ、その分析はそこまでこうちゃんとはしてないんですけど、私としては半分簡単なんですけど、人間の27歳というのが一番イノベーティブ、一番クリエイティブな時期だと思うんですよね。ただ残念ながら日本の場合ですと、こう大会社の中の組織に入っちゃうと27歳というのはもう権限も何もないというのが多くて、その一番クリエイティブなところをこう捨てちゃってるというところが私は気づいてて、まあ、何を言いたいかというと、その女性とその若い人のやっぱりこう経験とか知識をうまく使ってないというおかげで、まあ、今の日本の状況もなってるんですけど、逆に言うとうまくそれを活用できなかったら、当然海外行ってそういう人たちは、そういう人たちが普通なので、交渉とか議論とか、まあ、相手にできないですよね。だから日本ではこう豊富な、まあ、アンタップポテンシャルがある中、うまく活用されてない、もったいないことになってるんで、まずこれだけ、ただとは言わないけど、こうこれだけこう簡単なことをこうこなしていかないと、グローバルとはちょっと無理じゃないのっていう気もするんですね。で、まあ、そういうところのダイバーシティをどううまく生かすかっていうのが、じゃあトーエックの点数やってとか、移民のこう法律を変えていって海外から人を呼んでくるとかっていうのは、私はこうそんなの全然意味がないと思って、結局隣に座ってる人でうまく仕事ができな、できなければ、移民で海外の人を持ってきたってもっとひどくなるだけの話なんで、そういうところからやっぱりもうこのポテンシャルはいっぱいあるので、それをこうやっていくというのがすごい大事だと思います。これは女性の活用でいうと、今インテカという彼が経営している会社の、面倒を見ている、まあ、スタートアップ段階ですかの企業の14社のうち10社が女性の CEO だという、まあ、かなり女性偏重というぐらいの感じなんですけど、ちょっとその成果のほどどうなんでしょう。いや、まあこれもちょっと言い過ぎる部分があるかもしれないけど、その女性の方が結局こう、トラックが男性として違うというのもあって、結構、私の学生とかもこう話をしてて聞くと、全然こう比べにもなんないぐらい海外に行く経験とか海外で住んだ経験とかっていうのが圧倒的に多いんですよね。なのでそういう意味で本当にグローバル化して、海外に休みで行ったとかじゃなくて、本当に3ヶ月1年住んだとかっていうような人で、その海外に行って見た日本という、ノウハウをやっぱり学んでるんですよね。でそういうふうな視点から考えるから、日本に戻ってくると怖いもの知らずというわけではないけど、こうグローバルスタンダードでやっぱりこうものをこう考えて動いていくというところがやっぱり感じますよね。でそこら辺をやっていって、結局日本で拉致が開かなかったら、まあ、海外に行けばいいじゃんというようなことが結構、思う人も多いし、でそれもそれで私は結果としてはすごい大事であって、日本の人口というのはたったの地球の 1.7% もならない、少ない人口、これが数十年も経つと 1% も切っちゃう中で、皆さんがこうこんな苦労して 1.7% のマーケットシェアよりは女性の方を話聞くと、そんな、ね、効率悪いことをやるよりはもうすぐグローバルなマーケットをやるっていう挑戦のスピリットが、全然違いますよね。じゃあここら辺で質疑、もう時間がないので質問があればぜひお願いします。まあ、彼は世界的な本当に日本では珍しい、ね、アントレプレーナーなので、まあ、ぜひ、まあ、ご自身で起業される方とか、あ、どうぞ。すいません。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとテーマから外れてしまうかもしれないんですが、
ちょっとお聞きしたいのが、プロジェクトっていう言葉をどう捉えてらっしゃるというか、ちょっとお聞きしたいなと思いまして、最近ノマドとか、まあ、それと近いことでプロジェクトという形で、仕事を、まあ、そういういろんな文脈でプロジェクトっていう言葉が使われると思うんですけど、僕のイメージとしてなんかそういうチームっていうのはそのクリエイティブな発想で、何か仕事を進めていくっていう働き方はなんか仕事っていうよりもそのプロジェクトっていう言葉が近いのかなとちょっと思いまして、でそのプロジェクトっていうのはそのアメリカではそのからではどういうふうにその進められているのかみたいなところとかもしありましたらお聞きしたいです。お、初めてです、そういう質問。プロジェクトね、多分日本の場合です、有名な番組、私もよく見たんですけど、プロジェクト X とか、そういうところが来ると思うんですけど、あんまりそのプロジェクトっていうのは私は正直深く考えたことはないですよね。ただプロジェクトではないけど、そのちょっと話がちょっと飛ぶんですけど、その例えばこういう状況になるとその国が補助金を出したりしますよね。その補助金出して結局何ができちゃうかというと、補助金を申し込む専門家が多くなっちゃっただけであって、そのお金を使うんですけど成果が出ないというのが、私ちょっとこう、まあ、これちょっと話しようなんですけど、そのプロジェクトで考えるとアメリカとか他の国が逆にやってるというのは、それをひっくり返して商品としてそのプロジェクトを立ち上げるのに、人間が使わないこう車とか宇宙に行く民間のプロジェクトとかね、いろいろそういうプロジェクトに対してコンテストにして、その1位取った人が全額賞金をもらえるというようなプロジェクト仕組みは作ってますよね。でそれはどうなるかというと、最初お金が出ないから結局みんな自然にチームを組まないといけないことになっちゃうんですよね。でその取った人が1はもちろんいいんですが、2とか3も意外と悪くないですよね。で面白いイノベーションがすごい投資効果としては日本の大体100倍ぐらいの、リターンでやってるというプロジェクトは、アメリカで多少、ただプロジェクトという言葉にはあまりこだわってはいないですね。他にありますか。あと10分ぐらいなので、ぜひこういうところでこうぜひインタラクティブにあ、すいません、はい、いろんな、私は営業をしてるんですけども、いろんな会社の打ち合わせとかでついこう、冷静に議論しようとしているつもりでもつい感情的になってしまいがちなところがあってですね、で今お話をお聞きしてましたが、その議論そのを通じてそのチームというのは活性化するようにお聞きできたんですけれども、こうどのようにこう自分をその、まあ、コントロールするといいますか、こう効果的に議論するために感情をこうコントロールするような、そういったことについて何か ご考えをお聞きできたと思うんですけれども、いや必ずし感情的になるというのは悪いということではないけどね、物を投げたりするというのは確かにそれはね、ただその議論で一番大事なのは、皆さんがこう認識したチームの中ではみんな皆さんが人間であって、弱いところもあるし強いところもある。で、そのやっぱり分かんないものを分かんないでちゃんと言わないといけない。そこでメンツ云々だからって突っ張って、なんかその話をこう負けないようにというような、これはね やっぱり良した方がいいと思うんですよ。やっぱり常に正しいということはありえないの で常にいつもこういい答え出すとか常に全部知ってるとかっていうのはありえないので、これは皆さん分かってるのに出したくないんですよね。弱くなってるというふうになっちゃうんだけど、これはもう脱ライフなんですよね。これはもうしょうがないので、それをこう認識した上でチームの場合はその議論をしても、自分のだから私はこう もっと時間があれば普通の人どういう失敗をやってきたということは、もう私は何が弱いとかっていうのは、普通にアメリカ人とか他の人を聞いてもみんな平気で、いや私こういうところが苦手、こういうところが弱い、こういうところができないとかっていうのを普通に言うんですよね。でチームとか特にリーダーが何をするかっていうと、その弱みを認識して自分より強い人を周りにこう囲んで育てるというのが一番のポイントなんですよね。でこれをこうこのまんまで言ってしまうと、日本人がよく言うのは、いやそれだったらいつか仕事を取られるんじゃないかなとかっていうことなんですけど、チームはやっぱりお互いがそれを尊敬してるという前提でうまく動くっていうことなんですよね。だからやっぱりこの弱みは皆さんがこう知った上でちゃんとその議論で譲るところ譲るっていうのはすごい大事だと思う。はい、ありがとうございました。他にありますか。
リカの違いはまあかなりたくさんあるかと思うんですけれども、日本と似ている韓国、若干似ている韓国が今すごく大変順調に伸びているんですけれども、例えばサムソン、それらが何がこううまくいってこうサクセスに導いているんでしょうか。韓国にもよく行く。こう話をしていったりして、日本とも似てる部分もあるんですね。すごい年功序列社会でもあったし、あそここそ教育とか試験とかそういうので受験とかっていうのがあって、ただこういうこの本も出してて、ただこの前からもこういう話をしてて、韓国は逆に私がこういや受験っていうのはあんまり人間のいいところはこう出してないよというのを言って、韓国政府の方が真面目にこうそこら辺をこう今ちょっと議論をしてるんですよね。本当に試験問題でいいのかっていうようなことなんですけど、韓国で、まあ、IMF で一時期こうリセットしたということで、結局最大な失敗をしたんですよね。メンツもいいところ、もうすごい彼らもプライドがあるんで、あそこのどん底まで落ちたおかげ、結局、まあ、リスタートができた。そしてそういうふうに弱みとか強みをこうやっぱり認識した上、その本当にそのグローバルに何をやっていくかっていうのは、積極的にやりましたよね。でこれがただ単じゃ全社員で英語を教えるとか全部社内会議を英語でするとかじゃなくて、本当にアクティブに実行に持っていって皆さんとこう、仕事を海外の人とするとか、一番分かりやすい例ですと、特許の出願、特許の出願っていうのは、よく日本は特許をいっぱいこう出願して多いでしょうとかということはあるんですけど、私は逆に特許は、数ではなく質だと思うんですよね。だからいっぱい出したからってこれが売れるかとかグローバリーにこう意味があるかというと、これはちょっとクエスチョンマークなんですよね。で特許の出願である有名な研究があるんですけど、その出願をした時にいかにその名前で出てる名前が、海外の人とした割合をこう見ると、やっぱり特許の価値というのは他の、国の人、会社の人、場合によってライバルの人と一緒に共同したものが価値が上がるという研究があるんですよね。でその中で一番こう海外と特許の出願しない国っていうのは日本なんですよ。で韓国 IMF の後にはやっぱり特許の子を見てると、やっぱりアメリカ人とかヨーロッパの人とか日本の人とかっていうのと一緒に出願してるってい こう割合がどん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 伸びてるんですよね。やっぱりだからそういうところでアクションにも置いていってるっていうところが根本的に違いますよね。他にありますか。まだ5分ぐらい。韓国の、GDP に占める割合として、サムスンとかヒュンダイとかが、まあ、まあまあ大きな割合を占めていると思うんですけど、今日本の部品メーカーが、韓国に輸出して、その、まあ、製品の、まあ、中身を、まあ、支えている部分はあるじゃないですか。日本が、まあ、そういう優秀な部品とか、ここは別のものを集めて、その、大きな企業を、大企業を、これから先作っていくとして、どういうふうな、バランスとして大企業がGDP を、こう占める割合として大きすぎるのっていうのは問題ではないんですかね。それはいい質問で、私は韓国がこうやってることが全部がいいというわけでもないし、確かあそこのチャイボールを全部こう合わせるとあそこの GDP の4割ぐらいが、抑えちゃってるんですよね。まあ、日本も似たようなところありましたからね。その例えば携帯業界とか車業界とかそういうのが悪い年とか焦げたりすると全体焦げるというリスクはあります。だからそれは確かなリスクです。でそれをどう分散してこうやっていくとか、アジアの国とその、まあ、アメリカとかヨーロッパの国っていうのが、大きくして合併で大きくしていくっていうのは好きなんですけど、アメリカの場合はあんまり大きくなりすぎると、やっぱり内部の人が見て、いやこれはつまんなくなってきたなとか、ちょっとこう迫力がないよねとか、ちょっとつまんパッションがないよねとかって言って、何をするかというと、皆さん結構チーム作れる自信持ってるから会社が出ちゃうんですよ。でそういう子会社のライバルを作ってやっていくんですね。だからアメリカ の半導体業界とかというと、もともと作った会社がベルケンから、シリコンができて、そしてそこからフェアチャイルドという会社が
トランジスターを作って、そしてそれがうまく経営が悪いから人がそこを出て行ってフェアチャイルドという会社を作って半導体というのを発明した。ただそこも経営が悪かったからみんなが出て行って、そういう出て行った人がインテルとか AMD とか、TI とかという会社を作っていったということで、逆なんですね。大きくしていくというより、どん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 効率悪くなっていくと、出て行ってチーム作れるか自信持ってどん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 新しい産業とか新しいこう会社を生んでいくっていうのが、やっぱりこれが普通だと思うんですよね。よろしいでしょうか。じゃあこれで、はい、ありがとうございます。お時間になりましたので、トークの方はこれで終了とさせていただきたいと思います。斉藤さん、黒沢さん、ありがとうございました。